他文法三年一月二十七日は、鎌倉時代後期の自習の僧遊行商人二世。正しくはたあみだ仏と称し、他と略する。法意名は正則。属性は、現自己がのけとも言われる。生まれは、文語国とも、京都ともされるが、前半生は不明である。公安元年、二百七十八年九州で自習の、そ一辺に指示して、以来。 一辺の諸国輸行に従う。1289年に一辺が亡くなった後に、一旦解散した自習を再結成して、集団組織化し、越全国、加賀国、越中国、越後国、関東、東海道を中心として、輸行を続けた。1三百四年輸行を三成両和に譲り、自らは、相模国に草案を混流して独従し、八十三歳で、自弱。 同時の境内に、一辺だと並んで母島の、宝教院党がある。主な門邸に、両阿のほか、優阿、京都市上道場金蓮寺、上阿がいる。膨大な消息は後に、他承認法保護八巻にまとめられたほか、道場正門を作成している。家人としても、京都の貴人たちと交わり、歌集に、大鏡集がある。また伝記として、一辺承認縁起会がある。 全10巻のうち前半4巻は一辺の業績が、そして後半6巻に他の業績が述べられている。他の肖像としては、長崎少年地蔵の画像や東山長楽デラグラの木造橋像、お及び黒駒少年街寺、甲津連大寺、常小地蔵の木造座像が有名で、いずれも重要文化財。晩年に患ずった中文によって、口元が歪んでいるのが特徴である。 一辺は肉親とも言われる、弟子正解界を後継者とみなしていたと考えられ、一辺入着の、あとは信奉者は各地に散って自然消滅している。それを他が再結成し、最高を成し遂げた。他はバラバラであった自習を統制するために、一般の信徒に対して層を、二つのお使いと位置づけ、これに絶対服従させる知識奇妙の説を取り入れた。さらに、 自習正解、道場成分などを定め、自習過去上を作成して、自習の教団化、定住化を図っていった。この頃、消息の中で配下の道場は百余と述べている。こうして、他は自習を整備された教団として構成し直し、教義を伝える組織確立の上で、大きな功績を残した。現在ある、自習教団は、他甘そのりの系統である。 藤沢道場成城三寺が、家庭として、他の、一行、都市制などによる、念仏制の流派、教団を吸収し合流することで禁制に成立した。歴代の自習の保守は、他を称する。一辺承認を演技における素数の割合などを考慮対象とした上で、初代他である田山さのこそが、自習の実質的な回想である、とする見解がある。 周祖一辺と並ぶ、二祖商人と通称され、多くの自習寺院で、その像が一辺と体になって称号されている。そしてその功績を忍び、他を大制と呼んでいる。ありがとうございます。